お？怪しい魔術は奥の部屋で行われていた。ほい！ということで、今回もやっていきたいと思います。ってことで、早速、イメミの館へ。いらっしゃいませ。リラクゼーションサロン、イメミの館へようこそ、お越しくださいました。はい、ということで、今回は、多分動画が上がる頃には、若干遅いとは思うけど、まあ私が撮影しているこの時期にはぴったりの七草村に行ってみたいと思います。まだ眠り足りなかったかしら。でしたら500ベルでもう一眠りなさる。もっと夢見たい。ちなみに今私が撮影しよる今日1月7日やけん、ちょうど七草がゆを食べる日なんよね。全然食べてないけど、ええ、お任せくださいな。では夢を取りするためにインターネットにおつなぎしますわね。ということで、七草村に出発。はい、七草村に到着。雪が降ってる、雪が。夢の世界へようこそ。あなたは今、七草という村の夢見てらっしゃるの？現実の世界にお戻りになりたいときは、もう一度こちらのベッドに横になってくださいますね。それでは、都の七草の世界をご堪能遊ばせ。さあ、ってことで、着替えましょうか。ん？ここは、とりあえず一通りってことかな。じゃあ、この辺ちょっと身につけていきますか。で、持つものが多分、何種類かあるんかな。吹き戻し、シャボン玉、紫の風車、吹き戻しにしよう。なんとなく。お、なんだかすごく個性的になったぞ、急に。そして吹き戻し。じゃーん。こんな感じで。服の時点では全然思わんかったけど、最終的にめちゃくちゃ個性的な格好になった。まあ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 。あ、かわいい。なに？なんて書いとんやろ。あ、畑なのですって書いとんかな。ごめんね。踏んでるけど。畑なのです。これは、株？株かな？大根？いや、株な気がする。なんとなく。なんとなく。地面かわいい。めっちゃかわいい。ほら見て。R パーカーズの周りも超かわいいよ。いいなぁ。いいなぁ。さあ、そして、じゃ、ちょっと一軒目の家に行ってみますか。あ、何気にこう小道がちゃんとあるのね。ほら。多分家まで続く小道が。ここだ。はい、一軒目。あ、いたいた。どうも。なずなちゃん、本が大好き。お、いいね、いいね。読書。ちゃんとこの七草がゆっていうだけあって。七草村の間違いですね。七草がゆに入ってる七草の名前が住人さんたちについたよね。はい、一軒目、なずなちゃんのお家お邪魔します。お、さっき本が大好きって言ったけんね。え、大丈夫？落ちてるけど。本一冊落ちてるけど。それは、拾った方がよろしいんじゃないかしら。いいね。本に囲まれた生活。私も部屋の隅っこに、本棚とか置いてあるけど、上の方はね、なんか大学とかで使いよる、参考書を置いてあるんやけど、下の方とかね、めっちゃ漫画とか。漫画とかそういう。あと、自己啓発本とか占い本とかも置いてあるかな。お、片隅で。占いをしてくれるの。占い関係の本とかもあったりするんかな？怪しい魔術の本とかもあったりして。お、怪しい魔術は奥の部屋で行われていた。なるほど。こっちの本棚はきっと怪しい魔術の本だらけやね。びっくりした。もうそのものズバリみたいな感じの部屋だったわ。なるほどね。大丈夫？あの中誰か閉じ込められたりしてない？人が入れられたりとかしてない？怖いわー。はい、そして、あ、これ、踏めるのか。避けていかんといかんのかと思いよった。本を踏むとバカになりますよ。はい、それじゃあ右側の部屋へ。
右側はお風呂。ここはちゃんと綺麗な感じなんやね。よかった。あ、なんかちゃんと洗面所の前で、ね、洗面台の前でうがいをしてるハニワ。このうがいの、うがいハニワすごい好きなんよね。可愛くない？なんか音とかは気になるけど、可愛くって好きなんよね。至るところでうがいをしてるわ。はい、そして2階へ。あ、2階はちょっと明るい感じ。ここなずまちゃんの部屋ってことかな。よかった、本人はいたって普通そうな感じで。ね、本人もなんか誰かしら呪いかけよったりような、そんな感じの子だったらどうしようかと思ったけれど、すごい、普通に可愛い部屋でよかったわ。ハニワがいる。あ、コーヒー作ってくれよんかな。そしてコーヒーを飲みながら、これはアップルパイかな？アップルパイを食べると。優雅だね。はい、お邪魔しました。なずなちゃん、あの奥の部屋は？あの部屋のことは触れないであげましょう。入っていったりするんだろうか。あ、ちなみになんか七草がゆってさ、何？地域によって作り方とか、まあ、呼び方とかも違うところあるらしいけど、愛媛はね、なんか小さいお餅が入っとったりとか、あとはお粥じゃなくって雑炊っぽい感じにしたりとかもしとるらしい。なんか愛媛の中でも、また私が住んでるところとは違う感じ。みたいやけど、私が住んでるところの七草貝はよくわからない。どうも、セリくん、お野菜おいしい。野菜、温野菜とかがいいって言うけど、私はレタスをバリバリ生で食べてるのが好き。まるで青虫ですね。お邪魔します。でっかい。お、サンタさん、セリ君サンタさんになったんかな。お、ここに一式あったわ。サンタさん一式あったわ。何、何作ってるの。この村ではハニワたちが大活躍やねん。小人さん的な感じ、かわいい。めっちゃかわいい。そしてなんかいい感じの散らかり具合ね。なんか別にそんなになんて言うんやろ、汚いわけじゃないんやけど、いい具合に散らかっとる。これはサンタさんが持つプレゼントじゃねえか。そしてこれは配るための。なるほど、サンタさんの正体はセリ君だったのか。なるほどね。はい、それじゃあ左の部屋へ。お、左側は本がいっぱい。この村の人たちは基本的に本が好きなんかな。なずなちゃんだけじゃなく、え、犬まで。わざわざちょっと台を用意して、ちょっと高いところの本を取ろうと。え、まさかのこんな図書室みたいなところに台所が。そこで料理を、なんか本に飛び散ったりとかしない、大丈夫。こんなところにトイレ。なんかさ、本屋さんに行くとトイレに行きたくなる現象みたいなのあるっていうやん。なんか今のところ私はそれを意識したことはないけど、行きたくなるんかな、トイレ。いや、でも本屋さんのトイレとかそうそういかんな。なんなんやろうね、その現象。青木真理子現象ですね。よく聞くけど。はい、そして2階へ。2階は急激に和風な感じ。なるほど、実はこういう雰囲気が好きなのね、セリ君は。でも落ち着くよね、それはわかる。和室がすごく落ち着くのはわかる。でもなんか自分の部屋は和室よりも洋室がいいなとちょっと思ったりするよ、私は。私はなんかこう、お正月とかおじいちゃんおばあちゃん家に行ってホッとするぐらいの感覚でいいかなっていう。はい、それじゃあ地下へ。お、地
かはこじんまりとしたお風呂だ、お風呂だ。昔ながらのって感じかな。あ、井戸水使ってやりうるってこと？私友達も家の水は井戸水っていうところとかあったけど、あとなんかバイト先のスタッフさんとかも自分家は井戸水汲んで使いよるよっていうところとか、なんかちょっといいよね、特別な感じ。はい、お邪魔しました。このお家はね、ちょっとこの村の、あ、ごめん、押した。この村のサントさんの秘密が眠っていたわ。いいね、いいね。サントさんの家ちょっと散らかってたけど。まあ、でも子供たちに色々と配らないといけないから。ホーム。この先住宅地とかそういうこと。お、綺麗。この家に住んでるのは？この家の住人さんはいらっしゃらないのか？もしかして村長さんかな？ちょっと家大きいよね。お邪魔します。お、いたいた。男の子か。どうも。あ、女の子？すずなちゃん？飛び出せ、春の毛の森。春の毛？何？春の毛って。ボーイッシュな女の子って感じなんかな。なんかめっちゃかっこいい車乗っとるし。車の修理してくれよんかな。なんか工具とか置いてある。え、かっこいい。でも、ピアノが弾けたりとかちょっと女の子らしいところも。そしてこれ。回転させないと見えないところに部屋が。はい、左の部屋へ。ここは、あ、トイレとシャワーね。なるほど、なるほど。私もあれなんよね。お風呂はもうずっと湯船じゃなくってシャワー派なんよね。一応そのシャワー室だけじゃなくってちゃんと湯船あるけど、全然使ってない。普通にシャワーのみ。それでささっと上がるみたいなね。はい、そして右側の部屋へ。あ、右側は、リビングですか？雪だね。あ、ここで本を読みながら。やっぱりこの村の人たちみんな本大好きやね。なるほど、なるほど。そしておしゃれだ。めっちゃおしゃれだ。なんかカフェみたいな雰囲気。雑誌とかも積まれて、マスターたちが、料理を作ってくれてるよ。コーヒーも入れてくれよるし。料理してくれてる前で座って待つ感じ。目の前で見れるのね、調理が。はい、それじゃあ、2階へ。ん？ 2 階は、ここで演奏したりするのが、そして、あれだね、歌を歌ってくれる埴輪たちがいるのね。歌ってるのか演奏してくれてるのかわからんけど、多分ピアノに合わせて歌ってくれてるんじゃなかろうか。いいね、なんか。はい、お邪魔しましたー。え、地下は。そして、最後は奥に一軒。忘れているみたいなので、地下はぜひ訪ねてみてください。あ、カフェの前に噴水があるとかおしゃれやな。なんかこう、ね。いろいろと公共事業も組み合わせとかを考えてやりたいけど、私は全く考えずに適当にポンポン置いてしまったからな。ここもすごいおしゃれじゃない？花時計の周り。やばいな。やばいな。そしてそこから繋がる役所。へえ、そういうのをちゃんと考えてできるのすごい。すごいよ。そういうところよね。最後の一件はどこへ？え、ここか。いた。運べちゃん。だらだらゴロゴロ。周りかわいいピンクや。お邪魔します。
なんだか軽く散らかっているけれど、軽く散らかっているけれど、あれかな、ゲームとかが好きなのかな。かわいいよかわいいよ。そして床にはマリオ、ルイージ。やっぱりきっとゲームが好きな女の子なんだわ。自分もね、あのイカガールやったしほら、モンハン、モンハンだ、モンハン。でも本も読む。もしかして攻略本とかやったりして実は。はい、それじゃあ奥の部屋へ。壁に飾ってあるサインとかも声優さんとかやったりするかな。奥は洗面所、そしてトイレ。この辺はまああれやね、洗面所っていうかあれか、お風呂か、お風呂とトイレ。この辺はちょっと女の子っぽい感じ普通は入ってすぐのところを女の子っぽく可愛らしくするんじゃないのか。隠れた部分の方がっていうやつやね。ほい、それじゃあなんか女の子らしくするの恥ずかしいみたいなタイプの子かな。はい、2階へ。2階が多分ここが自分の部屋って感じやね。あ、でもなんかすごいリアルな生活感散らかりすぎてはいない。あ、なんでゴミ箱に入りきってないよ。溢れてるよ。捨てよ。なんかゴミ箱に空き缶入ってしまってる。ペットボトルも分別分別。でも正直コンビニとかで働きよったらさ、コンビニなんかいろいろとね、お客さんが分別しとったりするけど、店員側ってあんま分別してなかったりするよね業者さんが分別してるのだろうか。申し訳ねえ。はい、そして地下へ。あ、地下かわいい。え、どうした、地下ケーキ屋さん。え、めっちゃかわいいんだけど。この家で一番乙女なところだわ。ただ掲示板には なぜかマリオが。どうしたの、なぜなの。え、いいな、ケーキ。ケーキ食べたーい。ケーキ食べたーい。先月食べたばっかだけど食べたーい。なんもない日でも食べたいよね、やっぱり。それがケーキだよ。そんな格言っぽく言われましても。はい、お邪魔しましたー。外観は乙女チックな感じなんよね。なんかピンクと赤を基調にした、なんか乙女チックな部分がチラチラと覗きつつ、でもなんかちょっと乙女チックになりきれない。いや、可愛いじゃないか可愛いじゃないか、何言ってんだって感じだけど。はい、ということで今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。七草がゆって私、正直食べたことない気がするんやけど、みんな食べたりとかするんかな。なんか、期間4年。一応セットみたいなの売っとるらしいけど。